You're listening to Shibuya Cross FM。 おやばかチャンネル始まるよ。 Yes! おやばか、 おやばか最高、 おやばかチャンネル。 はい、こちらのおやばかチャンネル、今日からスタートいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この親バカチャンネルでは親バカ度を爆上げして子どもの夢を叶える親に成長しちゃう、そんな親バカさんのための親バカチャンネルです。親バカ10か条に基づいて親バカ愛で楽しくなる子育てのポイント、そして夢を夢で終わらせるわけではない子育てのおっと間違えたね子育て法を夢実現ママと、そして子育てコンサルタントがお話をしてまいります。はい、明日からの子育てに生かせるラッキー情報が、聞ける番組となっております。わ、たくさんの方が見ていただいてありがとうございます。嬉しいまたまた親バカ愛に共感してくださっている方をゲストにお迎えして、親バカ愛の大切さをお伝えしていくこちらの番組です。8月8日は親バカ愛の日、日本記念日協会様から認定を受けて歴として日本記念日となっています。はい、はい、ね、それではですね、今日をご一緒させていただきます、はい、ひといくのメンバーをちょっとね紹介していただきたい、いや紹介したいと思います、はい、まずは現役パパでもあって、そして7月7日七夕の日に新しい命もね誕生したという吉井先生、自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。今ご紹介に預かりました一般社団法人ひといく子育てコンサルタントの吉井先生こと吉田博一です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今言っていただいたように7月7日に第3子の子供が生まれまして、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。もう親バカを歩んでる第一人として頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、吉井先生ありがとうございます。そして、もう一方 YouTube をご覧になっている方はね、お分かりかと思いますが、ドシン教員歴38年を誇っております、ひといくの名誉教授、浅田君彦先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、一般社団法人ひといく名誉教授の浅田と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。38年間の中学校の現場の日々を通してと、それから、コーチングの手法を通して子育てについていろいろとお伝えをしています。今日も初めての経験ですどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。私たちですね、一般社団法人ひといくでは子育て支援活動を行う支援者、子育てコンサルタントの育成事業と、そして親バカ愛を広げる一環として全国親バカ大会を主催しています。2023年全国親バカ大会は8月8日火曜日、衆議院第一議員会館で行います。また今回ですね、この全国大会、はい、親バカ愛を全国に広げられたらという一環でスタートしたんですが、うんうん、ありがたいことに、はい、北海道も同時開催することが決まりました。ありがとうございます。嬉しいです。素晴らしい、ね、本部がまあこちらの東京にありますけれども、うん、北海道支部が発足して、うん、北海道でも同じように8月8日、うん、また同時、うん、それで同時刻で開催するんですよ、はい、すごいですよ ね、本当にありがたいことです。じゃあですね、浅田先生、早速ですが、はい、今回このチャンネルでは親バカ10か条についていろいろ掘り下げて、うん、親バカさんたちを育成していきたいという狙いもありますので、うん、親バカ10か条をご紹介しながら、うん、ポイントについてちょっと浅田名誉教授よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、まず1つ目、親バカ10か条のまず1つ目、うん、はい、我が子が一番可愛いと思っているということが条件なんですね親バカである条件になってきます、うん、そうだよね、もうもちろんもちろんもう、うん、可愛い。今ねちょっと憎たらしいなと思ってる人は我が子との初対面の時を思い出してみてくださいえ、初対面の時
時を思い出すな。そう今ね、あの思春期だったりするとね、いろいろあると思うけど、初対面の時にどんな思いで、ね、こんにちはあったのかっていうことを思い出していただけると、目の前にあるちょっとしたね、うーんっていう思いも多分どっかすっ飛んでしまう。確かに、もうね、ここちゃんとね出していただいて本当ありがとうございます。我が子が一番可愛いと思っていることって、その一番もね、自分の中で一番もちろんなんだけども、本当世界一、宇宙一、ね、もう誰にも負けないぐらい可愛いと思ってることですね。そして二つ目、よく観察し反応を見ることっていうところです。このよく観察して反応を見るということは、浅川先生、具体的にどういった感じでしょうか。あのね、我が子を親の都合のいいように思い込んでしまってはいませんかっていうところですよね。だから親の都合のいいようにってことですか。そう、だから子供がその会話を通してでも、そのことでどういう思いをしているのかとか、どういうふうなことを考えているのかとか、ね、そういったことをちゃんとやっぱり親っていうのは汲んであげる必要がありますよね。それが学校現場なんかでいうと、生徒理解とか子ども理解っていうことにつながるわけですよね。そこからスタートしないと、だん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 年齢が上がっていくに従って、やっぱり親の思いと子どもの思いがずれていってしまうっていうのがありますね。確かに、はい、なのでやっぱりそこも寄り添っていくっていうのは大切です。そうですね。私たち子育てコンサルタントもね、伴走型というところでね、そうですね、ですけどね、はい、そして3つ目、大変なこともチャレンジさせること、はい、これ今の子育て中のパパママ、ね、なんとなくこの子の幸せを考えると、大変なことからは、まあ、避けて、行った方がいいかって言って、ちょっと前を行って守ってしまうっていうような現状がちょっと多いのかなと思うんですよね。なのでここを教員歴38年の、人育名誉教師にお話ししていただきたいんですが、大変なこともチャレンジさせることは必要か否か、はい。結論から言うと当然必要ですね、これはね、はい、なぜかというと、親というのは子供が成長していくための環境を作ってあげるとか、いろんな場を作ってあげるってことがすごく大事なことなわけですよね、はい、でそうすると子供がチャレンジをする、当然失敗してもいいわけですよね、でもそのチャレンジさえも奪ってしまったらどうなるでしょうか。あ、これ私思うんですけど、やはり目の前のことしかやっぱり子育て中って見えなくなってしまう、一生懸命だからね、それも分かるけれども、ちょっと先を見てというところと、あとはいい学校いい会社に入るとかではなくて、やはり社会人になってから人生を生き抜くという力がやっぱりチャレンジをちっちゃい頃から積み重ねるとできるようになると思うんですか。なりますね。もっと答えを言っちゃうとですね、小さい頃からの遊びがそのまま小学校以降の学力につながってくるんですよ。遊びが学力につながってくる。そうそうそう、学力につながるんです。ヨッシー先生聞きました。聞きましたね。現状生まれたてのお子さんいますから遊びたくさんさせてねってことですか。そうで、どんな体験をするとか、ね、どんなその興味を持つとか、そういったことでいろんなこのアンテナがピピピピと張り巡らされてくるわけですよ、はい、でそれが学力の元なわけですよ。ただ単に教科としての学力100点取ればいいとかっていう話じゃなくて、それちょっと声を大にして言ってことですね。学校の100点だけじゃないってことですね。もちろんそんなのはビビたるもんであるおー、ビビたるもの。そう、褒める一つの材料としては100点、あ、よく頑張ったねでいいですけど、なるほどなるほど、だから何なのっていう話ですね。そうですね、はい、確かに。だからそういったことをよくやっぱり考えて、その我が子のその頑張ってるところとか成長してる姿だとか、それをどれだけちゃんと親が汲み取ることができるかっていうのが一番大事なことです。なるほど。そのための一つの方法としてはコミュニケーション、言葉かけというのがあるわけですよね。さすが。そこでですね、いろいろチャレンジさせることって言って親バカ10カ条の4番に入ってきますけれども、はい、習い事は指導者と環境を見極めること、これは自分の経験からも言えることなんですけれども、誰々ちゃんが、どこどこに通ってるからとか、近所にこれがあるからって言って通うと、月謝をなんていうのかな、捨てることになるちゃうよっていうところも伝えたくてですね。なるほど、そうですね、だからこのことについてはどうでしょうね。あのね、お金だけじゃなくてですね、はい、子供の気持ちとして見ると、やっぱり親がやらせるということに振り回されてしまうっていうのが一番の大きなマイナス要因なんです。あ、なるほど。まあ、きっかけを作るのはやはり子供だけではわからないの で、そうです、親がこれやったらいいかなっていうアンテナから
提供するってことは大切ですよね、うん、そうだから見せてあげるとか、うん、あるいは体験さ、ちょっとさせてあげるとか、それで子供がそのね、あってなったらばそれはやらせてあげればいいし、うんうん、それからちょっとこう興味関心がなくなったらばそれはスッと引くことも大事なことになるんです、うんうんうん、確かに押したり引いたりですね、はい、これ営業と一緒ね、うん、そうです恋愛と一緒かもしれません。あ、確かに恋愛と押してるだけじゃダメでしょ、うん、そうね、ダメですね、はい、ダメですね。同時にね、もう一つやっぱり大事なことというのはですね、うん、これはね、小さい頃に、うん、やっぱり詰め込みすぎちゃうと、うん、良くないってことなんですね。発達段階というのがあるので、だからその子どもの興味関心プラス発達段階を十分踏まえた形でいろいろな経験をさせてあげるってことは大事なこと、うん、あ、確かにあのですね、空手を息子させるときに、うん、本当に、まあ、3、4歳とかもちょっと興味があったので、うん、ちょっと門を叩いたんですよ、うん、はいはい、でも一番いいのは5歳からスタートした方がいいから、うん、5歳のお誕生日になったら連れてきてって言われたんです。そう、そういったことですよね。そう、何でも早く早期教育大切なのも分かるけれども、うん、その発達段階に応じた習い事とか、ね、環境を与えてあげるっていうのが大きいポイントですね、うん、はい、と同時にここでやっぱり出てたように、うん、指導者の関わりっていうのはやっぱり大きいわけですよね、はあ、例えば学習塾あげるのにあまりその成果が出ないようなところだとあらかじめ分かってれば、うん、そこへ通わせようとしますだからその指導者を見てその子、自分の子が合ってるかどうかっていうところですね。そう、ただ単にその強くするとか、うん、何か成果が出るとかっていうことだけではなくて、うん、その人との関係性とかね、うん、そのうまくその子の個性を引き出してくれるとか、うん、あるいはその人、指導者そのものの人間性はどうなんだろうかとか、うんうんうん、そういったところをやっぱりよく見極めて、うん、それで子供を預けるという、うん、そういうことがやっぱり必要になってきますね、うん、これから習い事を考えているね、うん、まあ、吉井先生もそうだと思いますけれども、はい、ぜひちょっとここをポイントとして見つけてみてください、はい、そして5つ目、本物に触れさせてあげること。ここはもう声を大にして伝えたいんですよね。今の指導者のお話もありましたけれども、うん、やはり本物に触れさせるもので勝るものはないと思うんですよ、うんうん、そうですね、うん、だって我々だってそうじゃないですか、うん、ね、海外旅行行きたいなっつって、うん、本物を見るから感動するんであって、うんうん、ね、どっかのちょっとミニチュア的なもので、ね、見たってあーとは思うかもしれないけども、うんうんうん、本当に感動するかっつったらなかなか難しいですよね、うんうんうん、ですからその本物、じゃあ本物って何って言った時に、うん、ちょっと贅沢したりお金かけたとしても、うん、例えば水族館行って本物の魚を見てみるとかね、うんうんうん、動物園行って本当の本物の動物をちゃんと見てみるとか、うんうん、そういうことってのはすごく大事なことですよね、うん、大切ですね、はい、それが環境を作ってあげるということにつながってくるわけですので、はい、はい、もう私もね、息子がパイロットになりたい、空手日本一になりたいって言ったら、うん、世界チャンピオンを見せたり、そして空港に行ってですね、はい、パイロットに合わせたりして本物に触れさせるっていうことをね、してきました。そして、6番目が、はい、大げさにリアクションをすること、はい、はい、これは本物を見せた後、ね、何でしょう、うん、どうだったって聞くのも本当に大げさに再現をして、うんうん、もしあなたがパイロットになったら興奮、どういうパイロットになりたいっていうような大げさなリアクションと記憶をこう呼び返すようなことをしてきたんですけども、うん、どうでしょうか浅田先生、そこのところ一つの例で言えば、うん、保育士さんとか幼稚園の先生方が、うん、子供に人気があるっていうのは、うん、そのリアクションがちゃんと子供に合ってるんですよ。確かに保育士さんで今ちょうどなんでしょうね、うん、人気を得たい、子供たちから人気を得たいと思ったら TikTok やってるのもいいですね、うん、そうですね大げさに表現するという練習として、うん、そう、だからその表現をどうするかっていうのはすごく子供にとっては大事なことであって、うん、でしかも自分が認められるとか褒められるとかっていうことであればなおさらですよね、大人だってそうじゃない、大人、私たちも一緒、うん、ね、うん、そう、表情変えずに頑張ったねっていうのと頑張ったねすごいじゃんっていうのと全然違うじゃないですかそう、吉井先生それ実践されてますか、うん、実際現役保育士だった時にも結構体で身振り手振りで表情で話をして子どもたちの前でやったりするのもやってましたし、
もう家でも結構一緒になってふざけたりはしてるので、うん、Facebook にも載せてるんですけど、はいはい、一緒に仁王立ちしてサッカー見たりとかやってますね、はい、そう、吉井先生の Facebook をですね、ぜひちょっと検索して覗いてみると親子愛が伝わる、ね、投稿がありますので、ぜひちょっと見つけてみてください。はい、はい、そして7番ですね、叱った後は褒めちぎる。褒めるじゃ普通なんですよ、親バカ10か条なので、褒めちぎるというのがポイントになります。はい、どうですか浅賀先生一番難しいところがこの親の感情コントロールっていうのがすごくやっぱ一番難しいところですよね。これは難しい、うん、ね、うん、でなんでその親のそういう感情になってるかって言ったら、その、ね、根深いものがいろいろあるわけですそう、その根深いものね、そう、ブロックを外すとか、ね、その無意識レベル、潜在意識レベルのことをちょっとこういろいろと塗り替えてみるとか、変更してみるとかっていう、そういうことも必要ではあるんですけども、うん、子供にとってはその怒っちゃいけないんじゃないんですね、うん、怒ってもいいわけですよ、うん、ただ親の感情のままに怒ってはいけませんよという、そうですね、そうなんですけど、うん、浅賀先生、親子だからこそ、うん、たまには感情むき出しになって怒るのも必要ですよね。そう、中身によりますね。中身による、ここポイントです。中身による、じゃあ興味深いどういう中身かって言ったらば、うん、それは今まで積み重ねてきた、例えば親子の約束とか、あるいは人としてこれは許さない、許されないことだよっていうことについては、それは OK でしょ。まあ確かに、まあ、確かに、うん、そうですね、そうだって、それによって、うん、とんでもないことしちゃったっていうふうに子供は学習するわけですから、うんうんうん、なるほど、確かに。そのことで言うと、うん、中学校2年生の時ですね、あまりにも勉強しない息子に対して、はい、本当にあなたはパイロットになる気があるのかみたいな、もう感情むき出しなところ、はいはいはい、これ賭けだったんですね、うんうんうん、でも正直言うとそこが本気のスイッチが入った瞬間だったかなって今思えば思います。なるほど、だからどこにあったかあれですどこにあるんだろうって、先生が今おっしゃった親子の約束っていうところからの感情の怒りだったから、それがスイッチになったのかもしれないですね。そうです、だから小さい頃からのいろんな積み重ねで、とにかく子供は親のことは好きなんです、基本的にはね、うん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 、だからその自分のことを嫌いになってほしくないし、うんうん、だからいろんなその気を配っ使ってですね、うんうん、ね、子供ながらに、ね、いろんなことを気遣ってやろうとするわけですよ、うんうんうん、そうですね、そうでしょ、子供なりにね、うんうん、子供なりに、子供なりにね、そう、うん、それがまた愛しかったり可愛かったりするわけじゃないですか。わかります、わかります。そうだから、その積み重ねによってちゃんとこう育まれてきてることについては、強く怒ったとしても、うん、子供は逆に、あ、俺悪いことしちゃった、あ、いけないことしちゃったんだって思ってくれるんですよ。それが普段からその口だけとかさ、うん、ね、俺には言うけどお母ちゃんいつもこうやってやってんじゃんとかっていうようなことの積み重ねになってしまうと聞いちゃくれない、うん、なるほど、なるほど、うん、大きいポイントです ね、 ね、本当に、ね、そしてその、ね、親子の約束っていうところも出てきたのであれなんですが、うん、親バカ10か条の8番目は夢を持つこと、うん、これに関してはですね、掘り下げていくと本当に深夜まで私たち語れると思うんですけども、いや、まあ、深夜じゃ終わらない、終わらないね、でも今日はちょっとね、2003日ぐらいかもしれない、初回なので、まあ、まずさらっと夢を持つことの大切さというところをお願いいたします。はい、うん、夢を持つってみんなどう捉えてるんでしょうね今ね、うん、実際のところこう私たちが支援している中でも、うん、夢を持つっていうこと自体が分からなかったり、夢を見つけられないっていうママが多いんですよ、うん、そこに私も正直戸惑いました、うんうんうん、なぜかって言ったら、うん、学校でそういったことを細かいことを教えてもらってないもんね、うん、学校で一番私人生において一番大切じゃないかなと思うんですよ。そうです、いろんなことでこう走っていく、うん、人生生き抜いていく上でいくつになっても夢を持つことって、うん、だって3歳4歳の頃みんなそれなりに夢語ってたじゃないですか、将来これになりたい、あれになりたいっつってね、言ってますね。もう純粋な夢でしょ、うん、純粋な夢ですよね、うん、それがいつしかいろいろ歪んだりプレッシャーかけられてまた現実を見たりしてね、そうですね、その夢さえも持たなくなっちゃったり、まして親から夢なんか別にどうでもいいじゃんなんていう話されちゃったらさ、それこそ夢も希望もないよってねそうですね、そうで、やっぱり夢持ってそれに向かってチャレンジしていくことによって、うん、
表面的に何かが得られるっていうだけではなくてですね、うん、人として大事な心を作っていくことができるんですよ。あ、心を作るって、うん、そう簡単じゃないし、そうそう、何かやればすぐに何か身につくっていうもんでもないんですよね、うん、だから日々の生活の中でももちろん心作りっていうのはできるし、うん、また親としてはそうさせなくちゃいけないんだけども、うんうん、夢を持ってでこれ何が違うかって言ったら、親からああしなさいこうしなさいって言われなくても自分がそうしたいから行動してるわけでしょ、うん、なるほど。その中で作られる心っていうのは、うん、これは本物なわけですよ。うん、なんかそこを全力で応援するのが親バカ愛の力ですよね。 それを応援するのが親バカ、うん、でさらにもっと質を上げると、はい、その応援している姿を子供が幸せと感じること。あ、最高ですね。これはもう最上級、うんうんうん、最上級で、その時になるときっとね、親バカはバカ親になっていくのかな、うん、いい意味のバカ親になっていくのかなって、うん、思いますね。はい、そして信じること、うん、うん、その自分の子をですね、うんうんうん、我が子を信じる、否定から入らないっていうところがポイントですかね、うんうん、間違った行動だって分かってたとしても、うん、そばにいる人の中で信じてあげるのって親しかいないじゃないですか、うん、そう、信じる、うん、そして見守る、うんうん、で見届けるってのがあるんですね。あ、信じて認めて、信じて認めて見届ける、うんうん、ね、そういう中でやっぱり自分でいいか悪いかとかそんなのも考えたりするし、どうあるべきなのかっていうのは親に説教されなくたって、大体その年齢が上がっていく中では、うん、学校でもあるいはいろんな人にも、うん、その学んでいる場面っていうのはあるわけですから、それで身につけたりすることっていうのはいっぱいあるんで、うん、はい、うん、やっぱそこはやっぱ毅然としたその立場で子供と接することは必要なんですけども、うん、でも常にやっぱり子供を信じる、うんうん、我が親だけはどんなことがあっても自分のことを信じてくれるっていう風な、うん、その気持ちを子供が持ったら、うんうんうん、これはもう強い絆です、うん、強い絆ですね。すごい。そして親バカ、まあ、今のお話にもつながっていくんですけれども、うん、親バカ10か条の10個目は、はい、最高の理解者、応援者であること、うん、まさしくそうですよね、うんうん、最高に応援者であれば、うん、子供もその愛に気づいて、はい、親子関係の絆もさらに深まっていくっていうところですよね、うん、素敵です ね、またその支援者と、ね、この夢を叶える、親子の夢を叶えるとなると、本当にその親子だけでは叶いにくい、うん、だからこそ周りの大人がそこを全力で応援してっていうところがとても大切 で、うん、 そうですね、でそういったところで見失わないように伴走型の支援をしているのが私たち一般社団法人ひといくの子育てコンサルタントっていうところに入ってくるんですけども、子育てコンサルタントを育成している視点からも、浅賀先生からちょっと子育てコンサルタントの育成ポイントについてもお話がいただけると嬉しいです。はい、子育てコンサルタント、まあ、実際に育成を担当させていただいているわけですけども、はい、ありがとうございます、うん、やっぱりそうやって支援するっていう、うん、そういうその組織は、うん、たくさんあると思うんですよね、うんうんうん、だけどその私たちひといくのやっぱ、うん、他とは違うよっていうところについてはね宣伝宣伝そう大切。それは今出た、うん、例えばその寄り添っていく、うん、親御さんに寄り添いながら目の前にある例えば課題だとか、うん、その不安だとか悩みだとか、うん、そういったものを解決できるようにしていくっていう、うん、とかくある決まった知識や何かの原理原則的なものをお伝えするだけで、うん、あと頑張ってねって終わってしまうようなことがあると思うんですけど、うんうん、ひといくはそうではない、うん、寄り添い型っていうことで進めていこうと思っているんですね、はい、でそのために、資格を持っている方、保育士さん、幼少中高の教員の経験、はい、あるいは現役の方、はい、それから管理栄養士さん、それから保健師さんとか、ね、保健師さん、キャリアコンサルタント、うん、それからキャリアコンサルタント、うん、はい、ね、そういう方を改めてまたこう
を一から研修をしていただいて、うんはいね、みんなでやるっていうこと。でそのために10回の研修、約5ヶ月間にわたって、進めていくというようなことの、子育てコンサルタントを育成をしています。はい、浅川先生どうもありがとうございます。あっという間の前半でした。後半の25分間は今日のスペシャルゲスト、はい、親バカ愛についてすごく熱く語れるとても素敵な女性、京子さんに入っていただきます。はい、それではゲストをお迎えしてスタートしますのでよろしくお願いいたします。お願いします。私たちが作ったですね、親バカダンスの曲が流れますのでちょっとお楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは親バカチャンネル後半戦スタートいたします。はい、スペシャルゲストに京子さんお招きいたしまして、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、この親バカチャンネルではですね、親バカ度を爆上げして子どもの夢を叶える親に成長しちゃうよっていう親バカチャンネルというふうになっています。はい、で本日は、京子さんをお招きしたのはですね、はい、私たちが8月8日全国親バカ大会に向けて、はい、なんとかママたちに届けたいって、はい、めちゃめちゃ応援してくださった京子さんなんですよ。ありがとうございます。なので初回ね、はい、ぜひ親バカチャンネルに京子さんゲストにいただきたいと思って今日お招きしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず京子さん自己紹介お願いいたします。わ、はい、かりました。皆さんこんにちは、はじめまして、時山京子と申します。私は一般社団法人おだしプロジェクト、だしのだしですね、おだしプロジェクトという、まあ、法人をやっておりまして、で何やってるかっていうと、お母さんの時間を増やすっていう目的でですね、はい、大学生以下無料の料理教室をやってるんですよ。へー、はい、すごい。でしかも一等地ですよね。そうなんですよ、うっかり借りちゃってなんかちょっとなんとか今ね持続して、なんかでもあすごい綺麗な人ですね。すごい京子さんも綺麗だから、 ありがとうございます。はい、でなんか何でしたか、そうそう、まあ、自炊をね、こう子供さんがやったらお母さんの時間が増えるなと思ったんですね。なんかはい、なんかちょっといいことやってる気になってきました。いやいやいや、いいことめちゃめちゃ、めちゃめちゃめちゃいいことです。いいことです、いいことです。なんかね、ちょっと今のうちに徳を積んでおかないと、なんかこの地獄行きが決定しているので、もうちょっとでも軽い部署に、ちょっとでも軽い部署にいたいです。いやいや、同じ MeToo です。はい、MeToo、本当ですか。なんか一緒にね、血の池あたりがいいですよね。浮かんでるだけでいいあたりがね、はい、そんなことをやっておりまして、はい、なので
で、その親バカ大会ってその、ね、あの私の、ね、友人のサニーさんっていう方が、ね、はい、つないでくださって、うんうんうん、ですっごい素敵な人がいるからって、ね、いうことで、つないで本当に素敵で、いやいや素敵って、私のこと、ありがとうございます。あのなんで何が素敵って、こんなことを、ね、真剣にやるって、大人の方が真剣にやるって、親バカ大会ですよ、全国親バカ大会、全国なのみたい な, なんかこう、ね、支部があるとかですね、すごい、はい、これを、ね、真剣にやって、で真剣が高じて、そうしかも衆議院議員のねこちらの第一、その議員会館ってなかなか入れないので、はい、もうアポがないともちろん入れないですし、アポを取るのも大変なのに、それがなんか大会議室を借りてなんかイベントやるって、そんな聞いたことないこれ乗んないとと思って、はい、もうぜひぜひ乗っからせてください。なんかめちゃくちゃ面白いですよね、なんか、はい、本当にありがとうございます。いやいや、とんでもない、こちらがありがとうございます。みんな見て、まずもう本当に外の方に、外の方にチラシ見せていただいて、ね、ありがとうございます。もうめちゃめちゃ、何なのこのね、親バカっていうのに真剣に取り組んでっていうところなんですけれども、はい、やはりいろいろ考えた結果、うん、はい、親バカであるべきっていうのがすごく思うんですよね、うんうん、で実際私がまあ息子の夢をこう叶えていく過程でも、はい、自分を振り返った時に、これを伝えるのにどうやって伝えようかなと思った時に、あ、私って親バカじゃんねって、親バカじゃんね、で周りからあんた親バカよねって言ってればいいじゃんくらいの、ちょっとまあ本当のバカ扱いをされてきたというか、でそこで、はい、親バカってどうなんでしょうって、はい、まあ、浅賀先生と夢をキーワードでフェイスブックでつながって人行くっていうものができるんですけども、はいはい、その時に、うん、いや大月さん親バカいいっしょ、はい、はいはい、いいっしょ、うん、ね、これ伝えるべきじゃないっていう、はいはいはい、まあ、まさしくこう私の自己肯定感を爆上げしてくれた、はい、まあ、浅賀先生なんですよね。38年間中学生見てましたので、そんな長きに渡り、はい、そうすると、はい、やっぱりこう成功する子供たち、はいはいはい、っていうのは、はい、夢に向かって頑張ってる子たちが多いわけです。はいはい、でその親はどうなってんの、はい、って言ったら、はい、親は一生懸命応援してくれてるわけですよね、はいはい、もういつも弁当作ったり、はい、お手伝いだとか、はい、運転手やってくれたり、はい、暑いながらっていろんな子供をね、はいはい、でその我が子のことを、うん、その将来のことをイメージしながら、うん、信じてるわけですよ、はいはい、うん、絶対親バカってのは子供を育てていく上では必要なことだよ、はい、いや本当ですよね、うん、本当に必要と思います。そうですよね、うん、はいはい、中途半端よ、はいはい、もうやるならとことんみたいな、やるならとことん、やるならとことん、しかも親が手の自己満足ではダメなんです、はいはいはい、そこがあの、はい、バカ親と親バカの境界線になる。わかりやすい、分かりやすい、分かりやすい、なんかね、それがほらこう子供の夢を応援っていうのと親の夢を やらせるっていうのはちょっと違いますね、はい、はい、なんか私もその、まあ、高校の時の同級生がちょうど自分の娘さんが高校にあの来年上がると、その時に、はい、あの受験を私私立にあの受けさせたいのよねって言ったんです。受けさせたいって言ったんですね。受けさせたい、はい、お母さんがですね、はい、その時同級生 5,6 人集まってて、うん、で受けさせたいで、理由は私は、うん、あのこう高校の時にブレザーの、うん、あの高校だったと、はいはいはい、みんな同級生ブレザーなんです。ブレザー、はいはいはい、白石女子校って言うんですけど、あ、名前言っちゃったけどそう、白石女子校のチームだったんですけど、うん、仲間だったんですけど、私立でセーラー服の可愛いところがあったんですよ、うん、で宮城県は私立に入るのはこうなんかちょっとお嬢様みたいなところがあったの でその夢を叶えたいんだよねって言ったから、いや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 、セーラー服なら買ってあげるからって言って、みんなであなたの夢はあなたが来てよみたいな、あなたがセーラー服着たいんだったらあなたが来て仙台のペデストリアンデッキを歩いてくださいと、はい、なのでそのやっぱり娘さんはあの同じその白石女子校に行きたいって言ってたんですね。私ちゃんと希望があったんですね、ですですね、はい、なのでそこをちゃんと話し合ったら、あ、そうなんだ、そうよね、私のたかだかセーラー服を着たいっていう夢だけで私立を受けさせたいっておかしいよねってハッと我に返ってですね、あ、でも私たちは約束通りセーラー服をプレゼントしました。素晴らしい、夢を叶えさせてあげたっていうね、そういう親御さん、はい、それをそのことそのものに気がつかなくて、うんうん、それをずっとただやってる親御さん多いです、うん、あーね、なんかそう、こうやっぱり自分が叶えられなかったからって言って、うん、っていうのは、ま、ちょっと応援と違う
のかなっていうのもね、うん、それはもうどうきちっと出るか京都出るかなんてもちろん誰もわからないので、うん、はい、そうですね、ね、本当、うん、意外とあの言葉は悪いですけど、ええ、子供を私物化してしまう、うん、ね、そういうその考え方で、うん、そのやられてる方っていうのは、うん、あの子供の立場からすると親の愛を感じません、うんうんうん、あの協力してくれてるぐらいは分かるけど、はいはい、それ以上の愛を感じない、うんうん、だから、ね、誰のためかっていうのがね、分かるのかな、冷たいその視線で親の気持ちとか行動を表現してしまうようになってきちゃうんですよね、報道ですね、なんか冷たいじゃんそれってって我々言うんですけど、いやでも私が本当にやるとしてることを分かってくれてないんだもん、っていうね、はいはい、はい、そういう事例なんかよくありますね、そうなんですね、うん、お互いが喜んでる感じがいいですよね、そのなんかこうね、こう塾に行くのもよくほら塾に行かせるなんてっていう人と塾にもあの行かせないなんてっていう人二分しますけど、塾云々じゃなくて子供が喜んでるかどうかがすごい一番大事ですね、なんかそのこう親バカっていうのも親バカとバカ親は紙一重っていうけど、これ結構受け取る側の問題かなとも思うんですよね、そうですね、はい、京子さんさすが、はい、うん、いいこと言ってる気がします、いいこと、さすが元教員っていうね、はい、いやすごいなと思いました今、はい、冴えてる冴えてる、いい感じいい感じ、いっぱいいっぱい引っ掛けて、なんでバレたんですか、いやいや、お出汁お出汁をね、お出汁をね、なるほど、若い、大丈夫、はい、だからそのね、親ばか私もそのお母さん方で、うん、しかもそのこう専業主婦とか主婦をやってらっしゃる方って、うんうんうん、なんかその私社会と今つながってないからっていう言い方をされる方います、言います、言います、一番つながってるのにと思って、子供を産むってことは人を送り出してるわけだから、うんうん、一番つながってるじゃないですか、うんうんうん、でしかも自分は稼いでないから自信がなくてっていうことで、それ子供にどうしてもきつく当たっちゃうっていうお母さんと、ね、あの私もちょっとうっかり教員をやってた時がありそのことをテーザーが言われてたんですけど、うん、すごい不思議だなと思うのは、一、うんうん、人産んでるということはそれだけもうあの国にお金をこう稼ぐ人間を作ってるみたいなことだから、はいはい、3億円も稼いでるわけですよね、生涯年収がまあ大体今ね平均がどれくらいで2億か3億の間だとすると、うん、もう1人産んで3億円稼いでる、2人産んで6億円稼いでる、うん、3人産んだら9億円で、ご主人の年収なんかとっくに超えてるので、なんかもうちょっと威張っていただければ冴えてる、冴えてる、その視点で考えることもないでしょ、冴えちゃってる、もう7月7日に3人目第3子生まれたんですよ、3人じゃいくら、9億円だよ、はる、ね、かに奥さんが超えてる、すごい、ちょっとありがとうってこの後伝えてけ、本当に言葉だけって言われないよ、ね、いやそこがそのプラスに捉えられなくってっていうところですかね、そうなんですよ、なんか今だから旦那さんのお金だからちょっとランチもって言って1500円の1100円にとかしたりするで、そういうことのなんかその縮こまりをもっともっと、いやいや私が産んだんだからって言ってバンバンアピールしていいと思うんですよね、でそれもやっぱり旦那さんと一緒の作品な、最高作品なわけなんで、うん、旦那さんも一緒に百歩みたいな感じで、うんね、もっともっとみんなこう親バカでいいっていうのはすごい思って、なんて素敵な企画なんだって思うわけですよすごいちゃんとつなげてきてくださるんですね、はい、パパとも読めるみたいな、そ う, い、ね、そうなんですよ、8月8日とそう8は母とも、はい、パパとも読んで、ね、なおかつこの8を90度こう回転すると、はいはい、無限のマークになるんですよね、だから親子愛は無限だよって伝えたかったんです、冴えてる、最高、最高、冴えてる、冴えてる、冴えてる、常に冴えてる、ありがとうございます、そのね、ぜひご覧になっていただいてありがとうございます、ありがとうございます、通行人の皆様どうもありがとうございます、ぜひぜひご覧ください、全国親バカ大会、親バカ大会でございます、あんま京子さん本当にありがとうございます、とんでもないですでもそういう視点でって今まであまり考えたことなかったですよね、あ、これうちの死んだじいちゃんがよく言ってたんですね、なんかそのばあちゃんはなってじいちゃんより稼いでるんだぞって言って、あの 6人産んでて、6人24億円、そうです、そうなんですよ、産んでて、でそのうちはあのそのじいちゃんもあの父親もあの
料理をしてたので料理とか家事をしてたのでなんかよく昔 の、日本男性は厨房に入んないって言いますけど、うんうんうん、それどこの家の話って私は思ってたんですよ、うん、交代でみんな料理をしてましたし片付けもみんなでしてたので、うんうん、だからお母さんの時間だけがないっていうことがうちはなくで大体写真はじいちゃんが父ちゃんにおんぶされてる写真昔の写真見ると、なのでそんなに今に始まってそのなんかほら育免とかそう育業とかねそうそう、うん、わざわざそんな言葉いるのかなという家事はみんなで家のことだからみんなでやるものだし、うん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 、料理も全員が作ればいいだけの話だしお母さんだけが私作んなきゃっていう私その料理教室をオンラインでやってるんですけど、はい、その時に申し込みが、200名ぐらいあったんですけど、うん、男性が一人もいなかったんですよ。フェイスブックで募集して私のフェイスブック男性の方が多いのに男性が一人もいないと思ってそこには京子さん、はい、募集する時、はい、ママのための料理教室とか、はい、そういうふうに書いたわけではないのに書いてないです、はい、男性も入らなかった、はい、40品目完璧マスター講座って言ってこれで40品目が完璧にマスターできて一生困んないよみたいなのを告知したらバーッとありがたいことに、うん、こう申し込みが出たんですけど男性が一人もいないと思ってそうなんですよで男性方にすいませんって言ってこれ男性方はできるから申し込んでないんですかって聞いたら、うん、8名ぐらいがパラパラと申し込んでくださったんですけどただその8名はちゃんと料理をするようになって奥様と半々になったとかですねちゃんと実績が、はい、なのでするようになったらみんなするので当たり前になればお母さんがお茶飲みに行く時間とかもたくさん増えて、うん、うちの母親だって、うん、いや仙台によくお茶飲みに行ってましたもんなんかじいちゃんも姑もなんかね、うん、1000円とか2000円とかでこれでコーヒーでも飲んでゆっくりしてこいとか、うん、そういうものだと思っていたのでうん、だからそういう風になると、うんうん、だから喧嘩とかもなかったですね。なんかうちなので喧嘩の起きるあれがないですよね。お互いの役割が決まっているし、うんうんうん、役割があるし思いやりもあったりするし、役割と思いやりいい言葉出ますね、うん、だからお母さんがの体が疲れなければ、うん、問題が起きない場合って結構あるなと思って見てたんで、うんうんうん、それでその料理教室をやり始めたんですね。男性は成人は有料なんですけど男性はただ大学生以下は無料でうん、やってそれがすごいんですよ京子さんの本当に愛あふれてるんですよね、うん、活動が、うん、いやだから徳を積んでおかないとあちらに行った時のね部署が問題なんですよ。あちらの部署の部署が管轄がそうなんですなんかでもすごいです、なので京子さんがそういったお料理教室をオンラインでされてるのも、うん、ママの時間を、ねはいはい、もっと有効的にっていうところもですです、はい、やはり生まれ育った環境からの発想なんだなって改めて思いました、うん、そうですよね今おっしゃられる、うんうん、本当に、はい、またその逆で育った方もまだたくさんいらっしゃって、うんうん、ですです、はい、そういうね、うん、文化とか伝統だとかそういうのに縛られてしまって、うんはいはい、そうそれでその時間がないとかって言って苦しい思いをしたらという方がいっぱいいますからね、はい、ですですなんかねだから男性とかも料理って普通に楽しいものなので、うんうん、楽しいからやろうにシフトしてもらえたら嬉しいと思うし、うんうん、なんかよく卵かけご飯で出してしまうと手抜きなんじゃないかっていうお母さんいるんですよ、うん、いやそれはね卵農家さんに土下座して謝った方がいいですよって思っていやこのお話が本当すごくて、はいね、ご飯だって一瞬でできないし卵かけご飯醤油だって杉だるの中で2年も、うん熟成されてて、うんうん、手間を他の人がかけてくれてるだけでそれをちゃんとありがたいと思って買ってるわけだからめちゃくちゃ手間がかかってるわけですよ、うん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 、一緒の思いを食卓に出してるのに手抜きってあちょっと今どの口が言ったみたいな感じで取り消してくださいみたいなねもう本当に素晴らしい食材をこうやって探してきてで自分がいいって思った食材でいいと思うんですね、うんうん、そのこうよく食品添加物だうんぬんとか言われて、うんうんうん、うちの店もそういう店だと思われてるんですねそのオーガニックで無農薬ですよねとか結構どうでもいいと思うんですね私そんななんか食の仕事してますけど、はい、お母さんが美味しいこれは食べさせたいって思うものは全部正解と思うので、うんうんうん
なんかこう、なんていうんですかね、こういう本物の食材を選ばなきゃとか、うん、無農薬がとか、そっちに別に力入れなくていいから、作りたくないときは作んなくてもいいですし、もうすぐにピザ屋に電話してほしい。もうピザ屋ね、すぐに出前、すぐに出前取ってほしい。疲れてるときはもう本当に迷いなく電話。やっぱりねばならないがずっとね、そう、つきまとっちゃうんですよね。はい、そう、でもそう、つきまとう、まといますよ、子育て中特に。でもだからこそ京子さんみたいな存在や、こう親バカを推奨するチームがいることによって、少しでもね、気持ちが楽になって子育て楽しんでいただけたらなって思います、はい、ね、それはね、私がなんでこれをやってるかというと、暇なんですよ、単純に。子供を産んでない女は暇です、マジで。だって子育てってやっぱり24時間営業だし、体が疲れたとしても、あの、会社員は休むことができるじゃないですか、うん、お母さん休めないし、うん、なんかその会社の社長っていきなりいなくなっても会社回りますけど、うん、血のみ子にとってお母さんいなくなったら死活問題で、うん、確かに、はい、うん、だからお母さんってむちゃくちゃその世界一の職業だなって思うんですよね、うん、名言が出ました、名言が出ました。なんかお母さんは世界一の職業やったね、うん、はい、素晴らしい。私のあのブログなんかでそういうような表現でね、来た子で先生も冴えて、冴えてる先生、冴えてる初対面だったこともあるんですよ。はいはい、本当そうですよね。この職業って何だか分かりますか、うんうん、っていうと、みんな考えてね、はいはい、24時間営業、365日休みだしとかね、自分を犠牲にしたりしながらも、でも愛があってとかって言って、いろいろこう書くと、最後気づく方もいらっしゃって、これってお母さん、はい、その後に出てくる言葉っていうのは、はい、感謝の気持ちしか出てこないですよ。ですよね、忘れちゃってるんですよ、料理足んないとかね、はいはいはい、そんなめめっちいことじゃないよ。本当ですよ、なんかもうすんと塩でも食べられるんだから塩もおかずだよみたいなね。そう、だからそういう、ね、視点を変えることによって、たとえその塩をかけてのことであったって、その塩を作ってる方がいらっしゃるし、本当ですよ ね、当然米粒が食べられるんだったら、はい、農家さんが一生懸命作ってるお米なわけですから、はい、茶碗だってね、お箸だってテーブルだってって考えたら、でもそれをやっぱりこう 親のこう愛ってなんていうんですかね、こう円満だったからそのこう愛だったかっていうと、例えばその虐待されたとかそういう子たちもいるわけですよ、うん、でもそれでも大きくなってるってことは与えてもらってたってことなので、誤解だったりするんですよね、昔のことをずっと恨んでるっていうけど、よくよく考えると誤解だったりとかして、なのでこのね、親バカっていう空気がめちゃくちゃ広がったら、もう世の中が一気に平和になるぞと思うので、もうありがとうございます。本当にそう思います。なんかありがとうございます。平和という言葉もね、すごい、そう、大きくな、大きな。京子さん、あとお店の場所とかもしあれだったら宣伝していただいて。もうざっくり外苑前ですね、はい、あ、ざっくり外苑ね、本当に気持ちいい。隠してるわけじゃないですけども、はい、来ても何もないよみたいなこだわりのお塩、お味噌もね、はい、鰹節削り器が欲しいよっていう方は、ぜひ京子さんお問い合わせいただければ手に入ります。 あとですね、今ね、さっき思いついた企画なんですけど、ぜひ乗っていただきたいのは、親バカ食堂をぜひもう、はい、もう、はい、もうやりましょう。なんか、ね、ぜひやりましょう。ありがとうございます。親バカ食堂、何それみたいな、はい、親バカ、ありがとうございます。そして最後、親バカ大会についてですね、はい、はい、1分ぐらいで、はい、ちょっと大会詳細お願いします。はい、では先ほどからお伝えさせていただいてます全国親バカ大会についてです。8月8日火曜日、衆議院第一議員会館ですね、はい、で行います。大会では、参議院の片山さつき先生、と挨拶や、ジュリアナ東京ベルファーレ、グッドウィル、コムスなどの0から12年で年商7700億円企業を作った、折口正弘会長や、親子の夢発表、親バカ体操ですね、親バカ体操、親バカダンスだったり、そういったものの、やっております。でゲストで、謎解きクリエイターの松丸、亮吾さんが、参加してくださいまして、松丸さんは、お母様が、亡くなっていられるんですが、そちらの遺品から、日記を見つけて、荒れた高校生活を改め東大に合格したという経歴もお持ちです。ぜひ親バカ愛を感じる全国大会、300名無料招待ですので、ぜひお越しください。残り30名ほど
ご招待できますので、ぜひぜひとよろしくお願いいたします。はい、はい、どうもありがとうございます。ぜひ本当に京子さん、いろいろ親ばかりについても、そしてね、あの親子の絆についてもお話しいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。で、親バカ食堂、親バカ食堂、ね、本当ちょっと企画して、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、で最後に10秒で浅川先生、はい、お願いします。はい、我々人いくはですね、日本中の親子の笑顔の花を咲かせましょうということで、取り組んでおりますので、はい、ぜひ8月8日衆議院第一議員会館でお待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。今ちょうどね、ホームページも出ていただいて、はい、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、本日私たちの、あの親バカチャンネル、はい、お付き合いくださってありがとうございます。ありがとうございました。また8月第3木曜日にありますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。